ステイシー氏の状態や用途で次のものを言う。囲碁用語の一つ。本校で解説する。上記の囲碁用語から転じて今は無駄なように見える将来の利益を期待して行う投資や行為のこと。囲碁においてステイシーとは意図的に相手に取らせることで利益を得るために打たれる石のことである。序盤から寄せの段階までゲームの進行の各段階において しばしば用いられる手筋であり、手段である。図の左上は、星の付け切り定石の進行例である。黒は西を捨て石にすることで、白を凝り形にしている。黒は9と一旦下がって、捨て石を増やし、手数が伸びたのを利用して11の当て、13の押さえ、15の当てまでを、先手で決めることができる。西にして捨てよという格言は、こうしたケースを指す。 右上も、ほぼ同様で、隅の黒5.7を捨て石に外性を固める定石。右下は、はめ手の一種で、黒1以下と打ち込んだ石を捨て石に、外回りを塗り固める手段。中盤における捨て石には、およそ2種類がある。軽く打っている場合の捨て石を主に敵陣において、裁きの手として打たれる。切った石のうちどちらかが助かれば良いという打ち方、もしくは2箇所に打ち込んで、 どちらかが助かれば良いという打ち方など、見合いの構想によって打たれる。この場合、片方の石は行き、片方は捨て石になったとされる。厚く打っている場合の捨て石取らせる石があらかじめはっきりしているような場合もある。石を取らせることによって相手を強化してしまう反面、自分も強くさせようという打ち方。 に誌にして捨てよという格言があり、相手がわずかな石を取ることにもたついている間に、自分はもっと効果的な弱手をしようという発想である。以後の対局では、布石の段階が終わった時点からは、自身の持つ模様を広げる、相手の弱い石を攻めるなどの構想を持って打ち進める。相手の弱い石を攻める場合は、霧を入れるなどして、相手の石をとことん弱くしていく方法がよく取られる。 この際、霧を入れた石など、相手の石を攻める際に重要だとされる石を特に、金目石と呼び、双方の攻防の争点となりやすい。また、対局が進むにつれて、さほど重要ではない点に、自分の石が残っているケースがあり、この邪魔な石を利用しながら攻めるぞ、と相手を脅しながら撃つ手段が成立する。この際の邪魔な石を特に下水石と呼び、 このような打ち方を俗に、下水脂を取らせて打つなどと表現する。寄せにおいては、先手を保持して打ち進めることが重要視される。そのためには、手筋と呼ばれる手段を用いるのが有効であり、その過程で、捨て石が利用されることがある。この場合の捨て石は、手抜きをすると甚大な被害を与えるぞと脅す意味が大きい。また、このような捨て石を、おまじないと表現することもある。 上手の場合、黒が1の点に1子を捨て石として打つことにより、この部分を掛け眼にして、全体の白を殺すことができる。こうした目を奪う、捨て石の手を、打ち掛きあるいは、放り込みと称する。名人隕石こと、井上同説隕石が表した、囲碁発用論の、高餌掛け魚勢は15子捨てから始めて、計72子を捨てる全曲詰め子である。それを改良したのが、 赤星陰鉄で、その著の、元卵の、しでとげくつさんしつくにゆき型は、16システの場所で1、眼しかできず、他の抜き跡ではことごとく目が作れない形で、計84個を打ち上げたにもかかわらず、全滅するという全曲詰め語である。石の下も参照。ありがとうございます。